小倉競馬場今日のメインレース11レースはアソステークス3歳以上のオープンハンデ戦です。スタートコース1700メートル、メンバーは8頭です。スタンド前でのゲートインは順調に行われて、最後に8番コパノチャーリーゆっくりと向かいます。収まってゲートインが終わりました。スタートしました。ほぼ揃いました。これからスタンド前先行争いです。様子を伺いながら8番コパノチャーリー、やはりじわっと出ていきます。リード1馬身半2馬身です。2番手以降固まって2番クリノリーソクスモ、3番ドラゴンバローズ、6番エポク横に広がっています。あとは4番ジュンバルカン、前から5投目、あとは7番メープルブラザー、あとは2馬身後方に1番タムドミラクル、最後方に5番マインシャッツ。1コーナーを迎えます。1コーナーから2コーナー、例によって逃げます。8番コパノチャーリー、リードは2馬身から2馬身半、2コーナーを迎えます。単独2番手6番エポックで第2コーナーのカーブ、これから向こう上面です。3番手は並んで外3番ドラゴンバローズ、内は2番クリノリーソクスモ、前から5投目4番ジュンバルカンがやや上がっていきました。7番メープルブラザーその外、外へ切り替えて1番タムロミラクル、スーッと上がって中段まで上がります。あとは4馬身5馬身後方、後方待機は5番マインシャツ最後方。向こう上面からこれから3コーナーを迎えます。前は8番コパノチャーリー、リードは1馬身から体半分に縮まって残り600を切りました。2番手6番エポック、3番手1番タムロミラクル、うち4番手は4番ジュンバルカンです。あとは押し上げていく7番メープルブラザー、4番手に浮上、3コーナーから4コーナー、あとは3番ドラゴンバローズ、さあ後方から動いていった5番マインシャッツ。第4コーナーをカーブ直線に向かいました。前は6番エポックか、うちは8番コパノチャーリー、2頭並んで、あとは2馬身差、1番タムロミラクル、内からは4番ジュンバルカン、7番メープルブラザー、現在5番手、さあ粘る、8番コパノチャーリーに、6番エポック、この2頭の激しい競り合い、3番手は4番ジュンバルカン、わずかに8番コパノチャーリー、結局振り切って合理、2着は6番エポック、3着4番ジュンバルカンでした。逃げ切った8番コパノチャーリー、アソステークス連覇です。2着は6番エポック、3着4番ジュンバルカンでした。1分43秒1の時計。8番コパノチャーリー、鞍上浜中すぐる騎手、すんなりと先手を奪ってゴール前差は詰められましたが、また二の足を使って押し切りました。1分43秒1の時計、上がりゴールまでの 800m は48秒3、 600m は36秒4でした。直線はうち8番コパノチャーリー、6番エポック、この2頭の競り合い、しかしまた伸びた8番コパノチャーリーが先着、1着8番コパノチャーリー、2着6番エポック、3着4番ジュンバルカン、4着1番タムロミラクル、5着7番のメイプルブラザーでした。確定までお待ちください。